おはようございます。199日目の朝です、高知の浦野内湾というところに来てます。目の前の海の、ここ海なんですよ。めちゃめちゃ穏やかですけど、で向こう側に見えてるのが実は半島で、ここ全部湾内で、湾の出口はここより多分あと何キロか先だ。ここ全部その半島に綺麗に守られてる湾、めちゃめちゃ穏やかで、昨日その半島側の方の道を走ったんですけど、そこから外海見るとなかなか豪快な岩場で、そっちの方で本当は釣りしたいなとも思ったりもしてたんですけど、今日若干波があるって予報が出てたのと、この間のカヤックの底の部分に補修シートがっつり貼って初出艇になるんで、できるだけ安全なところがいいかなと思って、こっちからこっちで今日は遊ぶことにしました。とりあえず先に船だけちょっと水につけてみてるんですけど、あの辺ですね、この中部の 下あたりが補修した場所なんですけど、浸水しそうな気配は感じられないです。出艇の準備が一応できたかな。どっから乗ろうかな。こっちから乗った方が濡れずに済みそうな気がするんですけどね。よいしょ、うまいこと全然濡れずに出艇できました。パドルの左側にはこれ、この水ついた後のこの水滴をちょっと防いでくれるやつ、それが右側の方はどっかで落としてなくしたんですね。そのせいで、ね、でも今日は波も全然ないし、多分船、これで船の中が結構濡れるんだったら、なんか問題ありだ。わかったわかった。ちょっと待ってください。もうマルコの、よし、リードいらない。よし。早々に落ちたら笑うんですけど。とりあえず対岸の半島側にはやってきました。はい、僕はあんまりここにテントを張りたいという気持ちになれない。奥の方が結構ゴミだらけなのかな。ここちょっといいかも。少し高さもあるんで、満潮になっても上の方は大丈夫かな。どうだろう。さっきのところが
ちょっと日当たり悪くてジメジメしてそうなんですけど、広さ的には一番いいかな、高さ的にも。あと木がいっぱい落ちてたんで、焚き火できると嬉しいかもしれない。よいしょ。とりあえず上がってみました。少しだけ平らなところあるけど、テント張るには狭いかな。ここなんか道みたいになってるような気がする。こいつは何やってんだ。うわー、こいつ俺今日マルコと一緒に寝袋入るの嫌だよお前。多分まあテント張れないことはないかなって場所もあったりしたんですけど、多分一番感じるのはなんかこう私欲性なここっていう、外海とはやっぱりなんか違って、なんかちょっと臭いんですよね、やっぱり。水が動かなさすぎるのか、水の表面にもところどころでなんかちょっと泡みたいなの浮いてたりとか。やっぱりなんかもうちょっとこう空気がすっきりしてるところの方が僕は好きかな。ただ川の方がまだ、綺麗な川の方が良かったりしますね、真水だし。落ちないでね、もう落ちないでね、落ちないでね。珍しくさっきここを通ってて落ちちゃったんですね。一回戻ろうかな。まあ、戻っていこうと思います。収穫としては、まあ、とりあえず安全な海で一回カヤックを出してみてって感じでやったんですけど、水の浸水が本当にない、全然ない。なんか地元のスーパーでお昼食べてきました。ちょうどイートインできる場所があったんで、カツオのたたきが298円、やっぱり安いのかな。であと買ってきたのが帽子パンっていうのが、なんか高知生まれ、帽子の形をしてるパン。ちょっと甘いって感じ。小腹が減った時のおやつだな。はい、 OK。 川でもそうですし、まあ、海でももちろんそうなんですけど、あんまり綺麗じゃないなっていうところだと、あのカヤックを水から上げた時に船の底のところに結構泡みたいなのがついてるんですよね。なんかこう汚らしいなぁと思ってしまって、でその午前中船乗ってたところはもう上げた時本当そこが泡まみれ
うわーで、やっぱりなんかちょっと臭うし、あの水は持ってたんで、真水を、それでザーッと船の底のところは水をぶっかけて泡全部流して、まあまあ綺麗にはしたんですけど、なんとなくこうやっぱり匂いが少し残ってる気がしなくもない。